日本を代表する護衛艦、出雲、と、加賀、に、F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、大規模改修工事が行われる中、護衛艦、ヒューガ、と、伊勢に注目が集まっているらしいよ。それでは、一緒に詳しく見ていきましょう。現時点で、海上自衛隊において、最大の規模を誇る艦艇といっても、過言ではない、出雲、と、加賀、の2隻が建造された、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦であるが、これは、艦首記号 DDH と区分されており、極限まで、回転翼機の運用能力が高められている。出雲、型護衛艦の初舷は、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水 7.3メートルの規模であり、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大の大きさであることは間違いない。また、出雲、型護衛艦の機関部は、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC のスタータービンが4機組み合わせられた小型と呼ばれる推進方式が採用されており、最大で出力112,000馬力、速度30ノット以上を発揮できる。さらに、同艦の電源設備は、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500GA07 ガスタービンオム発電機を4機も搭載しており、4つの合計で、最大 14,000kW の電力供給を賄えるのだ。この艦隊には、全通式の飛行甲板上の右端部分に集約化された艦橋が備えられており、いかにも航空母艦を彷彿させる全通式の飛行甲板上には、5箇所の回転翼機の同時離発着場が設けてあり、就役した当時から、国外ではヘリ空母と見さされてきた。加えて、全通式の飛行甲板のサイズは、全長 245.0メートル、全幅 38.0メートルとなっており、海上自衛隊で、対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60 キロ回転翼機のみならば、最大で14機を、艦内の格納庫に収容することが可能となっている。実際の運用上においても、出雲、型護衛艦は、SH-60 キロ回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途を主軸とする MCH-101 回転翼機2機を搭載する、標準体制が定められており、格納庫は、第1、第2、及び、整備用の3つが、艦内に設置されている。この護衛艦は、自分の艦艇の大きさを活かし、陸上自衛隊や海上自衛隊の航空隊が運用している大型の回転翼機 CH-47、通称、チヌークの運用も当初より想定されており、この大きな機体ですら、艦内の格納庫への収容ができるようになっていた。同艦が格納庫に収容可能な回転翼機である SH-60 キロが全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量 1065 トン。同様に MCH-101 は、全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量が 15.6 トンである。これらの回転翼機を、艦内の格納庫から、容易に昇降させるエレベーター2機を備えており、全部の1機は、飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機が、艦橋後方の右舷に、サイドデッキ方式によって設置されている。このインボード方式エレベータのサイズは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルであり、一方のサイドデッキ方式エレベータは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐荷荷重量は30トンを超える。出雲、型護衛艦が、
現在進行形で施している航空母艦化改修によって、同艦は短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることができるようになるわけだが、同機は直径 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強の規模艦である。そして、一番艦である、いずもが寄港されたのは、2012年1月で、日本政府が、いずも、片護衛艦を改修して、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすると、公的に認めたのは、2018年3月だが、それを見越した設計がなされていたと言って、間違いないでしょう。2013年の中盤以降には、日本の大手のマスメディア各社によって、F-35 ライトニング 2B 型を取得し、いずも、片護衛艦の艦載機となることが報じられていたが、当時の小野寺防衛大臣は、この見解を否定する姿勢を貫いていた。その当時は、政治的にも、日本の海上自衛隊が航空母艦を運用することに対して、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するとの批判を、多くのマスメディアから受けることを危惧していたゆえだとされ、時が経ったら、覚醒の感が拭えないよね。しかし、日本が混沌とした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家経済力を背景に、軍の装備の近代化と増強を加速して進めても、日本国内の若者は興味を示さないものの、政府としては危機感が醸成されたため、航空母艦化は市民権を得ることができた。日本では2010年の後半に入り、いずも片護衛艦に対する航空母艦化改修を公表し、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として防衛省から受注した。この建造会社では、いずも片護衛艦に対して航空ドローンと合わせてF-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研究が行われ、これを受けて、2018末に閣議決定を得た防衛計画の大綱や、その具体策を表す中期防衛力整備計画では、ストブル機の運用について言及された。そして、従来の日本政府の国会答弁において、自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点。大陸間弾道ミサイルや戦略爆撃機、航空母艦について変更されないまま、いずも片護衛艦の改修が行われたとしても、攻撃型の航空母艦には該当しないとの見解が示された。これで、航空母艦を攻撃型であるか違うものかと区別する定義が、軍事的に意味をなすかどうかは、単なる日本的な政治上の言い回しと言葉遊びに過ぎないが、結論、いずも、片護衛艦の航空母艦化改修が本決まりとなったことは揺るぎない。往生際の悪い日本政府は、仮に、いずも、片護衛艦の航空母艦化改修が完了しても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しており、従来通りの回転翼機による対戦哨戒任務との併用を前提とするとの弱腰姿勢を見せた。いずも片護衛艦の航空母艦改修は2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手しており、全通式の飛行甲板に対してF-35 ライトニング 2B 型から出る高温の排気熱に対する耐熱加工が施される運びとなった。また、F-35 ライトニング 2B 型の全天候土機で離れ着艦を補助するため、アメリカの強襲揚陸艦でも採用されている誘導装置の設置や、飛行甲板の先端部分の拡幅工事の実施が提案され、現時点では、いずもが2027年度中、がその翌年に完了する予定だ。すでに F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数42機の調達が計画されているが、
駐機船は、宮崎県にある航空自衛隊の新田原基地が候補となっており、同基地で早ければ2024年度から運用されるそうだ。こういった経緯で太平洋戦争後からすると日本初となる出雲・片護衛艦を航空母艦化した運用計画が進められているが、同艦の先駆けとなったのが日向、片護衛艦の日向と伊勢の2隻である。日向、片護衛艦についても出雲・片護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えているため、形状から見れば航空母艦を彷彿させるような外観となっているが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は両方とも飛行甲板上でのインボード式が採用されている。このエレベーターは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が幅 13.0 メートルと小型であるため、サイズ的にも実は F35 ライトニング 2B 型の昇降が厳しく、どちらも飛行甲板上にあることから同機の離陸距離の確保も極めて難しい。このような理由から日向、片護衛艦が出雲型のように航空母艦化改修を施すことは物理的制約上からも考えづらく、どちらかといえば1998年から収益を始めた大隅型輸送艦3隻の代替艦の方が今後もしかすると同機能を盛り込む可能性が高いのではないかと言われている。